動画にすするか悩んだんだですが私、吉尾は脚立から落ちて手首を骨折しました。しばらくの間バイクに乗れませんが、骨折が治ったらまたバイクに乗り動画をアップします。予定では6月頃に復活しますが、転倒をしたら大変ですから慣れたところは避けて走ります。私がバイクに乗れない時に薄 L230 を見かけたら、 私の兄貴が乗ってますから気軽に声をかけてください。皆さんは私みたくドジをしないでください。仕事関係に迷惑をかけるし、怪我をすると痛いですから笑い。怪我だけはくどいですけど気をつけてください。